こんにちは、トレンタデュエのさえこです。ちょっとね、まあ何回もやってるんですけれども、スーツについてしまった匂い問題、これね本当にね、自分の匂いって自分で気づかなかったりとかするので、必ずスーツを脱いだらこのお手入れを一手間入れていただくだけで全然違うので、ぜひやっていただきたいです。で、今日ご紹介するのはなんかテレビショッピングみたいになっちゃうけど、こういうねハンディスチーマー、こういう風に蒸気が出るものを脱いだらハンガーにかけてもらってシューって当てるっていう、これだけで蒸気でね、シワももちろん取れるし匂いも取れるので、ぜひやっていただきたいです。で、これ持ってないよっていう方だったら、普通のこういうね霧吹きとかでいいので、お水を入れてもらってシューシューシューってしてもらって、で部屋の中でちょっと 2,3 時間その水分が蒸発するのを待っていただくっていう、それだけでも全然違ってくるので、軽くブラシをかけてからやっていただくといいと思います。この一手間でいいスーツの、ね、持ちも全然違ってくるので、ぜひやっていただきたいです。はい、ということで今日も動画をお届けしました。チャンネル登録と高評価の方もぜひぜひよろしくお願いします。いいね、はい、そして TikTok もやっていますので、そちらもチェックしていただけるととっても嬉しいです。いつもありがとうございます。